こんにちは。マコトシークレットサービスコンサルティングの田丸と申します。前半はですね、年末に向けていろいろ個人でも企業でも気をつけたいような、お酒の上での失敗で、どんなことになってしまうかっていうことの話と、あとはその年末だからっていうところもあるんですけれども、反社会的勢力の人間たちがどんなところからその忍び寄ってくるかというところの部分についてですね、少しお話したいと思います。よろしくお願いいたします。もう12月も半ばを過ぎましてですね、世間はね、もうやれ、年末の準備だ、大掃除だと忙しい時期に入りましたけれども、忘年会が今続いている企業さんとかたくさんあると思うんですね。で、そういう中、お酒を飲むと私もそうですけども、あんまり飲めないんですけれども、少し気分が良くなって気持ちが大きくなったりしますね。で、お酒でよく起こしがちなトラブルを何点か挙げていきたいと思います。一つは、暴力行為ですよね。例えば、帰りに乗ったタクシー運転手とね、揉めてしまうとか、あとそういうのもよくテレビでやってますけどもね。で、ドライブレコーダーをもう皆さんつけるようになったんで、そういったね、悪質な方は捕まったりされてるようですけれども、そういったこと。それからあとは、電車がある時間だと、帰りの電車でですね、自分は酔っていて覚えてないって方は結構多いんですけれども、痴漢行為ですね。痴漢行為。これがまたその、終電間近の電車になるとみんなその酒に酔った、サラリーマンとか OL さんとかごった返して帰るわけですよね。で、こういった時に、OL さんなんかもですね、当然お酒が酔ってるわけですから、全然例えばですけど、男性の手が触れたりとかしてなくても、荷物が例えば当たっただけでも痴漢だというふうになってしまって、冤罪なんかも生みやすい状況なんですね。じゃあ、どうやって気をつけたらいいかっていうと、簡単に言ったら、時間をずらして早めに帰るとか、忘年会っていうのもやっぱりいろいろあると思うんですけども、社内のものだったら早めに帰るとか、逆にもう止まってしまうとかですね、割り切って止まってしまうなんてことをすることだけですよ。それも一年に一遍のことじゃないですか。お金がね、とかいうこともあるかもしれませんけど、そういったことで自己防衛、ひいては会社を守るってことになるんではないでしょうか。あとはですね、芸能人で昔そういう方いらっしゃいましたけど、気分良くなってすっぽんぽんになっちゃったやつですね。あれも何て言いますか、その見た目的な問題では周りに迷惑かもしれませんけど、別に他人を襲ったりしてるわけじゃないんで、あれだとは思うんですけども、やっぱりそういうのもね、気分が良くなってね、もう何て言うんでしょう、解放されたいのはやっぱりみんな一緒なんですけれども、お家に帰ってからやるようにしたらいいんじゃないかななんて思います。あと、こういうのもありますね。自分家だと思って隣のマンションの同じ部屋をどんどん叩いちゃって、たまたま鍵が開いてて入って、ただいまなんつって帰らないとかね、建造物侵入になりますからね、これもね。隣のマンションとかで、仮にですけど、ご近所で顔とか知ってたらね、警察動かないから呼ぶかもしれないけど、別に被害届出すなんてことはないでしょうけども、とはいえやっぱりそういったところも気をつけたいところなのかなと思います。さて、最初に申し上げた暴力行為について、少しお話したいと思います。暴力行為をしてですね、事件化となりますとですね、大体暴行罪か傷害罪になります。暴行罪っていうのは、暴力は振るったけど、相手が怪我を負わなかった、あるいは怪我を多少負ったにしても、大したものではない、軽微なものであったみたいな時に暴行罪になります。2年以下の懲役、30万以下の罰金ですね。あるいは、拘留または科料となります。傷害罪の場合はですね、同じように暴力を振るった、で、相手が例えば大きな怪我をしたとかですね、血が出たとか骨折したとか、そういった重篤な被害に遭った場合、病院で治療を受けなきゃいけないような被害
を被った場合に傷害罪というふうに簡単に言うとなります。傷害罪は15年以下の懲役50万以下かな、50万以下の罰金、こういうふうになっておりますね。で、まあ、なんで今日はこういうお話したかというと、やっぱりすごくその、お酒を飲んでですね、それが大きなもの、小さなもの問わず、暴力事件って結構多いんですね。やっぱりその、年末でこうギリギリまで仕事をやって、その後の飲みだったりとか、開放感があってですね、みんなこう、普段であったらその自由にしないところをやっぱりこう、羽を伸ばしたくなるっていうところが一番大きいと思うんですね。そうすると、通常できる他人への配慮とか、周辺環境への目配り、気配りとか、そういったところがやっぱり減ってってしまうというところがあって、起こしてしまうのかなと思います。昔はですね、お酒の席の上のことだからで、ね、済んだこともですね、今はそうやってこう、暴力沙汰で事件とかにならなかったとしても、会社での評判を落としたり、クライアント先、あるいは周辺での関係、ごめんなさい、周辺での評判を落とすということになりかねないようなことになっておりますんで、まあ、ネットなんかでね、それこそそういう状況を偶然捉えちゃって拡散されちゃったりしたらもう目も当たりませんよね。でもそういうことが昔と違って、可能性が高くあるわけですから、その辺も気をつけてい、くべきじゃないかなと思います。で、まあ、多くの場合ですね、その暴力事件を起こして事件化してしまうとですね、大体その、みんなこう、酒に酔っていて覚えてないって、まあ本当に覚えてない人もいるだろうし、あるいは覚えてないというふうに逃げたいというふうに思ってそういう言動をずっと言い続ける人とかいると思うんですけど、大概の場合は、まあ自分が暴力行為を行った、あるいは暴れたとかっていうことについて、全く記憶がないというケースは少ないんですよね。で、今は CCTV、つまり防犯カメラとか、そういったものも発展してますんでね、お店の中の様子なんかはそういうので分かっちゃったりするとですね、まあ自分の言動っていうのも本当に酔っていて覚えてない可能性もあるのかもしれないけど、それが真実となり、刑が重くなったりとかするんですね。で、またその、まあその自分がその被疑者として捕まってしまった場合に、じゃあどういうふうにしたら少しでも早く解放されるのかっていうとですね、その自分は酔っていて覚えてないっていう言動のために、まあ事実を認めないわけですね、自分が暴力行為を振るったあるいは物を破壊したとかですね、そういったことを認めないことで、長く拘留されちゃったりするっていうケースが非常に多いです。まあ一度ね、もうそういうことで捕まってしまった場合にはですね、いやそれが本当に全くお酒にも酔ってもいないし、お酒の席にはいたけれど、濡れ衣だっていうんであれば、それは断固徹底して自分は関係ないと、抗弁するべきでしょうけれども、自分の記憶がなかったとしてもカメラに映っちゃってた、あるいは全然会社内の人じゃない、周辺にいた人からの目撃証言等々により、自分が暴れたことは間違いないと分かった場合には、早めに、そうですね、その、刑事に強い弁護士さんに頼んで、弁護してもらうということが一つ重要なのかなと思います。またですね、当初起こっていた被害者の人もですね、まあ酔っ払って気が大きくなって暴力振るったんだということが分かればですね、その事件を起こしてすぐはなかなかね、人間ですから感情というのもあります。難しいところはあるんですけど、時間が経つにつれて本人が反省しているということであれば、示談に応じるということも結構多いですから、その辺も弁護先生とうまくやられることをお勧めしたいと思います。でもそのためにはですね、まあ早めに事実を認めてですね、反省の色を示すと。で、まあ初犯であるなんてことも考慮されるでしょう。で、示談に早めにするということが非常にいいのかなと思います。今日の話というのはですね、その被害を被ったかではなくて被害を作ってしまった側、つまり被疑者側に立ってお話しましたけれども、被害者の方が警察に被害届を取る場合には、ここはまたちょっとアドバイスが変わってきます。というのもですね、暴行事件にしろ、傷害事件にしろ、事件化して被害届を出したら、やっぱり、ちゃんと事件として、
刑事罰を望むんですかって必ず警察官が聞きます。ね、その聞いたのをちゃんとよく咀嚼して、示談を簡単にしちゃうと、警察としてはそれまで捜査した時間、検察へ持っていくための書類を作った時間、警察官が書類を見て、じゃあこれ起訴するかどうするかってやる時間とかっていうのは全部ひっくり返るんですね。なので、まあ、暴行事件とか、あるいは傷害事件にですね、図らずもあってしまった気の毒な方々に対して申し上げたいのはですね、もちろんその、被害届出すのもいいと思うんですけど、被害届出す以上は簡単に示談には、本来は、捜査機関側の意見としては応じてほしくないというのは正直ございます。ただ、自分が今日はですね、加害者側で、そういうふうになってしまった場合には、被害者と連絡が取れるのであれば、示談としてやるとすれば、相手も人間ですから、対応を考えてくれるんじゃないのかなというお話をさせていただきました。で、大体ですね、弁護士先生は、ね、やっぱりそうやって、不良のそういうことでいきなり捕まってしまうとですね、会社に連絡もできないまま、音信不通みたいになってしまうんですね。そうすると、無断欠勤が続くけど、あの人どうなっちゃったんだろうっていうところで、まあ、すごく大きい会社だと、やっぱりね、すごく余裕もあるから、その、恩情があるかもしれませんけど、中小企業等であると、何日間もずっとね、そうやって、その、抗弁をし続けたために、交流期間が長くなって、連絡がつかなくなると、クビになっちゃったりとか、あるいは、結局不起訴にならないような形で終わってしまったりした場合には、懲戒解雇なんてこともありますから、まあ、その辺をね、考えて、対応を取っていただけたらいいのかなと思います。前半としては、今日はこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。